こんにちは、制限チャンネルです。今回は自転車用品、紹介してみたいと思います。今回買ったのはこちらになります。ちょっと大きいんですけど、まあ、自転車用のヘルメットになります。で、メーカーは OGK カブトの、品番は BC ビアになります。で、Amazon から買いました。では早速、開封してみたいと思います。今回買ったのは BC ビアの M/L サイズです。それではちょっと開けてみたいと思います。こんな感じ、ツバも入っていて、はい、こんな感じです。まあ購入したきっかけっていうのが、まあ。いわゆるロードバイクの、まあ、ヘルメットって結構こう、まあ、いわゆる何ですか、派手というか形がこう奇抜な感じなんですよ。まあそれでちょっと、まあ、その、まあ、自分もそのロードバイク、いわゆるロードバイク、ザ・ロードバイクのヘルメットを持ってるんですけども、まあ普段なんだ、ポタリングで、ミニベロ的な、まあ、ダホン の, あの折りたたみ自転車よく乗るんですけども、その時に被る、ヘルメットが欲しくて、買ったっていうのが動機になります。まあ、いわゆる、そこまでこう、ヘルメットが奇抜な形ではないので、これを選びました。で、ここにこう、ツバつけてるみたいですね。ちょっとつけてみたいと思います。はい、つばつけ、まあ、バイザーでこれつけてみたいと思います。ちょっと取説見たんですけど、単純に、マジックテープ形式でつけるだけですね。はい、こんな感じです。マジックテープなんで、ね、こんな感じでつけるだけです。で、こんな感じになりますね。で、ちなみに今回自分買ったのは、この OGK カブトの PC ビアなんですけども、色が4色あってですね、今回買ったのはこれマットブラックなんですが、完全に黒ですね。その他3種類は、ガンメタ、ここの部分がちょっとあのグレーというか灰色と、ネイビー、マットネイビー、ここがちょっと若干薄、濃い青っていうんですかね、ネイビー色ですね。あとダークレッド、ちょっと赤っぽいのがあるみたいです。で、サイズは、2種類あって、今回自分買ったのは M、L、どっちかになるサイズと、あと S の2種類があるみたいです。ということで、そうですね、こんな感じで。で、一応 JCF のマークはついてるみたいなんですけども、ちょっと箱に書いてて注意なんですけども、この製品は JCF 日本自動車競技連盟より自転車乗車において十分な安全性があると認められた JCF 推奨ヘルメットです。ただ、書いてるのが、この推奨ヘルメットは JCF 公認競技では使用できないっていうことも書いてあるんで、まあ、まあ、競技、安全性は認めるけど、競技では使えないっていうものになります。なので、ちょっと注意です。まあ、自分は競技とは出ないので、まあ、主にその街、山、まあ、自然を自転車で行くっていうのが目的なので、まあ、これを買ったきっかけ、買ったので全然問題ありません。ただ、まあ、競技で使われた、使いたいという方はちょっとご注意が必要です。では、あと、まあ、見た目はもう全然問題なくて、あと自分買った理由っていうのが、ボタリング行くとき動画撮るんですけども、ここに、ヘッドマウント、まあ、なんだ、GoPro つけたくてですね、ここにこの頂点、まあ、頭頂部に穴が開いてるやつが欲しくてですね、まあ、これもあったので、問題なかったです。まあ、購入の一つの条件でした。あと、まあ、
重さは書いてなかったんですね。重さがどれくらいなのかっていうのをちょっと測ってみたいと思います。はい、測りました。見えますかね。320g ですね。なんでまあ、自転車ヘルメットとしてはまあ、普通くらいの重さなんですかね。ということで、まあ、あと、こんな感じですね。まあ、これが顎紐、顎ベルトですね。で、ここ、後ろのこれで、M と L を調整するんじゃないでしょうか。で、このバイザーは取り外し可能。ちょっと上げることも可能ですし。まあ、いいと思いますね。で、インナーパッドは、外れてましたけど。インナーパッドは、頭頂部のここに2つついてる感じです。見えますかね。非常に、まあ、かっこいいと言ったらちょっとまあ、言い過ぎかもしれないですけども、街乗りでも耐えうるデザインではないかなと思っています。ということで、今後自分の、まあ、ポタリング、まあ、自分、動画に出ないので、これが登場するシーンっていうのはかなり限られると思いますけれども、これをかぶって安全にポタリング、もしくはロードバイクを乗っていきたいと思います。で、今、あと考えてるのが、ちょっと今、シクロクロス、ロードバイクじゃなくてシクロクロスも手に入れたので、今後はそのシクロクロスをメインに、ポタリング撮っていきたいなと思っています。で、次の動画ではこのヘルメットにここに、GoPro を取り付ける動画もちょっと動画も出してみたいなと思います。まあ、ちょっといろいろ話があっちゃこっちゃ言ってしまってる感じなので、まあ、今回は、おじけかぶとの、マチノリデザインに耐えうるデザインであるこの BC ビア買ってみた、まあ、そのご紹介となります。それでは制限チャンネルでした。ありがとうございました。また。